初代タイガーマスクの佐山悟が主催を務める初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスが8月31日。 東京都の多摩地域にあるアメリカ空軍の横田基地で11月20日に大会を開催することを発表した。同団体はこの日、東京、甲楽園ホールで初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスボリューム25を開催。そのリング上で発表され、横田基地関係者がリングに上がり、鞘山から友好の印として初代タイガーマスクのマスクが贈呈された。 今回の試みについてさやま、国際部長のテディペルク氏は、そろそろストロングスタイルというものを世界に広めたい。日本だけでなく、グローバル的なものにしたい。その第一歩、とその目的を語った。そして、今回は1回目、最初で最後ではない。これからも続けていく。グローバルに展開していく。と横田基地の後は国内の他の基地、ゆくゆくは外国の基地でも大会を開催したいという意向を示した。 平井上が代表は、初代タイガーマスクはニューヨークをはじめ、世界中でファイトし、世界中にファンがたくさんいる。テディ・ペルクさんは国際部長として40年以上佐山総監と講師ともにご一緒されていた方、佐山総監の世界に向けての思いをペルクさんが現実化してきた、インターナショナル化の大きな第一歩だと思うので団体としては嬉しく思う、などと語った、佐山も、世界進出、やりたいですね、と意欲を見せた。